メアカンキンバイは、バラカタテヤマキンバイ属の小堤木、高山植物。根茎から地中性の匍匐枝を出して広がる。茎は、長さ3から10センチメートルになり、分子して射状するかまたは灰、古い葉の傭兵に包まれ、木質化する。全体に開けでする、木褐色のフシだが生える。葉は誤生し、三個の小葉からなる三出服用になり、 葉の長さは3から5センチメートル。頂き商用と側商用は同じ形で、同じ大きさか、頂き商用の方が、やや大きく、小葉は長さ5から15ミリメートル、幅4から10ミリメートルで、高頭皮信型から東卵型になり、先端は、節型で、粗い三四芽が,があり、基部は広いくさび型、やや角質で、海力色になる。 傭兵は長さ1.5から4センチメートルになり、傭兵の基部にある卓葉は皮心型で先端が A 頭になり、円は全円膜質になり、長さ12から15ミリメートルで半分以上が傭兵と合着する。下記は7から8月。茎先に周3カジをつけ、黄色の毛12から15ミリメートルの花を1から5個つける。額は5個。 学片は筆心型で先は鋭く尖り、長さ5から7ミリメートルになり、外側と円に剛毛が生える。副学片もここあり、線形で、長さ3から5ミリメートルになる。花弁も5個あり、後頭卵型から頭卵上円形で、先端は円筒から尾う筒、基部は爪状になり、長さ6から7ミリメートル、幅4から6ミリメートルになる。ずいは20個あり、約は 黄色で、卵状球形となる。化粧灯は短い卵状塩水型でゴうが生える。心側は、多数うううあり、下中は、糸状で長く伸び3から4ミリメートルになる。果実は、痩せかで多数あって、長さ約1.5ミリメートルになり、やや緩んだ卵型になり、褐色で、長い毛がある。北海道の硫黄酸、ラウスダケ、シャリダケ、メアカンダケ、大雪山系。 陽亭山に分布し、鉱山の日当たりの良い斜面や砂基地に生育する。北海道以外では、千島列島に分布する。和名、メアカン金梅ンは、メアカン金梅ンの意で、基準標本が1897年にメアカンだけで、採集されたことによる。1902年、その基準標本をもとに、牧野富太郎によって、バラカキジムシロ族の種、メアカン金梅ンポテンティラミヤベエ。 マきナンバーとして命名、記載された。種商名宮部へは、北海道、千島列島の植物研究を行った札幌の学校、北海道帝国大学教授の宮部金吾への県名である。本種は、従来、キジムシロ族ポテンティラに含められていた。しかし、近年の分子系統学的解析により、縦山金梅族の基準種である。 タテヤマキン山金梅スプロコーンバンスと、系統的に禁煙であることが明らかとなり、従来の学名ポテンティラミ宮部マーキノを、タテヤマキ山金梅属シブボールディアに移し、新しい学名を、新組み合わせ名シブボールディアミーヤベ部ポールイソジャック、とした。絶滅危惧ル類、ありがとうございます。